多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優が最速最短で年商30億店舗数30兆を実現する実証されたノウハウをコンセプトに、のれん分け制度構築、FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など、飲食店、整体院、美容院などの様々な店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。こんにちは。パーソナリティの田村陽太です。配信第28回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高木さん。はい。今日もやっていきましょう。はい。はい、今日の質問はこちらとなっております。現在、飲食店を2店舗経営しています。これくらいの事業規模でもフランチャイズ展開できるものでしょうか?という質問なんですけれども。はい。お答えいただけますでしょうか?ああ、2店舗、飲食店を2店舗経営しているんですね。そうですね。まあ直営なんですかね、これはね。はい、最近こういうね、小規模な会社さんが、はい、そのフランチャイズ展開したいっていうのは、はい、すごい増えてるんですよね。ああ、そうなんですか。はい。まあなんて言うんでしょう、直営店舗で展開していくと、はいはい。どうしてもこう、最初に資金がね、まとまった資金が必要で、はい。借り入れの返済が大変だったり。はい。まあ、あとはね、今回のそのコロナの影響なんか見てもね、お分かりの通り、こう、急に環境が変わったりするのが、まあ、現代の特徴なので。はあ、はあ、こう売上が、ね、急減した時に、直営だと、どうしてもこう、固定費重かったりしますよね。ああ、そうですね。なんでこう、フランチャイズシステムを取り入れて、はい。こうできるだけね、経営を、まあ、環境に柔軟に適応できるようにしたいと。ほうほうほう。それでフランチャイズ化したいっていう会社さんはやっぱり増えてますよね。ああ、そうなんですか。はい。この質問者あれですよね。まあ、2店舗ぐらいだけど、なんかフランチャイズ化できるのかっていう話なんで、なんかフランチャイズというとやっぱ大きいイメージがあるんですかね。まあ、フランチャイズってね、一般的に店舗を、はい。急速に拡大させていくために、はい。の仕組みみたいなイメージがあるじゃないですか。はい。でもしかしたら、まあそういう背景があって、はい。まあこういうふうに、ご質問されてるのかもしれないですけどね。ああ、そうですね。例えば高木さん、この3店舗目からフランチャイズ化するって話だと思うんですけど、はい。フランチャイズ化の進め方ってどんなふうに進めていくもんなんですか?まあざっくりでいいんですけど。まあ結構10年前とか、はい。それ以上前っていうのは、はい。やっぱりこうフランチャイズ展開するっていうと、はい。もう1000店舗を目指すっていうのが当たり前だったんですよね。おお、はい。だから、まあ、少なくとも100店舗ぐらいやんないと、はい。フランチャイズ化する意味ないよ、みたいな。はいはい。こう、時代があると。例えば、はい。10店舗目指すってなった時に、はい。フランチャイズシステムとか入れると、それこそ、いろんな経営に対する考え方を持った人が集まってくるんで、はい。こうそれをね、統制するための仕組みとか作っていくのって結構大変なんですよ。はあはあ、で、それ10店舗のためとかにやっていくと、こうコスパが合わないよと。はあ、はいはい。だからこう100店舗とか1000店舗とか出すと。はい。だけど、こう今の時代って、まあ特にその飲食店なんかそうだと思うんですけど、はい。現実的に1000店舗を展開するって結構ハードル高いですよね。そうですね。はい。100社チャレンジして、はい、1000店舗展開できる会社が何社あるかって話だと思うんですよ。そんな会社ではあんまないですよね、飲食店でも。カフェとかでも、ね、ドトールとか、そっち系なんですかね、スタバとか。あんまイメージないですもんね。飲食ってやっぱりこう増えていくと、どうしてもこうね、はい、店舗が、まあチェーン店のイメージ出てくると、はい、お客さんがやっぱりなかなかこう来なくなったりだとか、あと急速に店舗展開していくとどうしてもこうサービス品質を維持するのが難しいですよね。はいはい。さっきの1000店舗になっちゃうとお客さん来なくなるってどういうことですか、そのチェーン店だと。飲食店って今すごいこう競争厳しいじゃないですか。はいはい。で、いろんな飲食店があるんで、はい。こうなんて言うんでしょうか。お客さんがお店を選ぶときって、はい。どこにでもある店舗よりも少しこう個性のある、例えば個人店とか、はい、ローカルチェーンみたいな店舗を
選ぶ傾向ってあるじゃないですか。ああ、そうですね。こう、競争が厳しくなっていったりすると、はい。どんな、やっぱりこう、サービスもそういう風になっていくと思うんですよね。ほうほうほう。最終的にはお客さんのニーズが多様化してきて、はい。どこにでもあるようなお店って選ばれにくくなってきて、個性ある店舗が選ばれると。はい。で、飲食店でもまさにそうなってるんで、はあはあ、で、そうするとね、個性的な店舗が1000店舗も必要ないじゃないですか。そうですね。だからこう、店舗展開がそんなに しにくい、昔に比べると。はあ、ははあ、だから、まあ、従来のそのフランチャイズの前提って、もう特にその飲食業界だともう、はい。あんまり当てはまらないんですよね、1000店舗やるとかって。ああ、そうなんですか。だからそれよりは、まあその直営店舗でこう展開していくよりは、はい。経営環境の変化に、柔軟に対応できるように、はい。まあそのフランチャイズシステムをなんか小さく導入して、はい、だから店舗展開をね、加速するのが目的じゃなくて、ほうほうほう。こう自社の経営をよりこう環境に適応する強い体質にするために、そのフランチャイズシステムを活用するっていうこう考え方に、変わってきてる。はあ、はあ、なるほど。フランチャイズのあり方も結構変わってきてるんですね、捉え方というか。あ、そうですね。だそういう捉え方をして FC 展開を目指す経営者っていうのが、で特に中小企業は多いですよね、小規模な会社とかは。あ、だからね、今回2店舗経営していて、これからね、3店舗目からフランチャイズシステム導入しようなんていうのは、はい、まあ、すごい今の時代に合ったやり方だと思いますけどね。あ、なるほど。ちょっと質問したいんですけど、はい、1店舗2店舗直営やってて、3店舗目をフランチャイズで始めてやるじゃないですか。はい。それ何から始めてったらいいんですか？その加盟者を募集するところからどんな風にしてやっていくもんなんですか？コツとかまずは、はい、まあ、これ直営店舗にしろ、フランチャイズ店舗にしろ、同じなんですけど、はい、まずその3店舗目出した時に、はい。その店舗をこう成功させなきゃいけないじゃないですか。ですね。で、特にそのフランチャイズの場合ってこう他人が関わってくるわけですから、はいはい。だそこの利益が出ないと、はい、そもそも成り立たないですし、トラブルになるじゃないですか。そうですね。なんで、その、3店舗目を出して、一定の、やっぱりこう、業績を出せるように、はい。なんで、その仕組みをちゃんと固めとかなきゃいけないですよね。ああ、はいはいはい。その仕組みというと、その1店舗、2店舗で売り上げが確保できる仕組みってことですか？どんな感じでやってくるんですか？だからまあ今例えば2店舗やってて、フランチャイズ展開しようと考えてるぐらいですから、はい、はいはい。まあ、それなりに勝ってるんだと思うんですよね。おー、はい。勝ってなかったら多分フランチャイズ展開しようなんて思わないと思うんで、はいはい。だからその今勝ってるポイントっていうのをちゃんと整理して、はい。その条件ですよね。はい。で、うちの会社っていうのはこれとこれとこれがあるから、はい。今こんだけ利益が出てんだなと、はい。いうことをちゃんとこう整理して、はい。で、それで3号店も、同じ条件で出店するってことですね。あー、なるほど。ちょっと質問なんですけど、はい、1店舗2店舗がまあ儲かってますっていうふうが分かって、はい、それを見て3店舗目、私 FC やりたいですって言うじゃないですか。で、店舗の出し方ってあるじゃないですか。例えば1店舗目東京、2店舗大阪あったら、あー、これどっちも売れてるな、はい、で、東京だったら近隣のところで出店してて、あー、私も参加したいですっていうことで、加盟者の住んでるところが変わるじゃないですか。はい。そこら辺でどうやっていくというか、その、1店舗2店舗の、その、立地によって、加盟者の募集の仕方も変えていくもんなんですか、それって。あ、そうですね。だ特に、今回の飲食店とかで言うと、はい。例えば、こう、東京で成功してますと。はい。で、じゃあ同じモデルを、これ、ね、はい、例えば福岡でやりますって言ったら、はい。もう、そもそも、ね、その周りにいる人の、はい、好みとかもう変わってしまうわけじゃないですか。東京で成功してても、それ福岡で成功するかどうかなんてのは分かんないわけですよ。はい。だから、その、離れた地域で、初期段階からやるっていうのは、はい。もう絶対 NG で。ああ。必ず最初は、それなりの近いエリアに展開していく。はい、ああ。はいはい。もうこれはね、絶対条件。これはフランチャイズとかに関わらず、はい、飲食店が多店舗化していく際に、はい、遠いと効率も悪かったりするじゃないですか。あ、そうですね、確かに。例えば人が足りないって言った時に、はい、ね、東京から福岡に人を送れるかって言ったら送れないじゃないですか。そうですね。だから、まあ、例えば一駅に一個ぐらいのペースで、はいはい、こう周りにこう埋めていくような感じですね。証券がギリギリ被らないぐらいに。あ、じゃあ今全国展開してる会社さんって、1店舗2店舗は結構近いとこから始まって、ゆくゆくでかくなっていく感じなんですか？広くなっていくんですか？
遠くに出すような会社っていうのも当然大企業だとあるんですけど、はい、それは例えばその東京で関東で展開してて、はい、じゃあその九州に出すって言ったら、やっぱ九州でもそれなりに出す準備がこうできてるわけですよ。ああ、はいはいはい。で、あの短期間にそれなりの店舗数出して、はい、効率性とかその地域への浸透度っていうのをこう確保していくわけじゃないですか。はい。だけど中小企業の場合ってそれってできないんで、だからある程度の基盤が固まるまで、はい、だ例えばその関東とかで言ったら、はい、まあ、飲食店でね10店舗20店舗ぐらい平気で展開できるわけじゃないですか、はい、だからそれぐらいまではある程度こう地域を、まあ、少なくともねそんなに関東と九州とかそんなに話さない方がいいですよね。ああ、なるほど。あ、めっちゃ勉強になるな。そうなんですね。やっぱ店舗展開でそんなに結構ルールがあるんですね。まあ、あの効率悪いですよね。とにかくその話してしまうと。ああ、確かに確かに。そうですね。もう一個質問したいんですけど、はい、例えば1店舗2店舗って、まあ、うまくいく成功の秘訣があって、売り上げも結構確保されてると、はい。で、3店舗目、じゃあ FC 加盟したいですっていう側からの気持ちをちょっと僕代弁したいんですけど、はい、逆に言うと、まあ、1店舗2店舗しかまだ成功してないじゃんかと。で、私が初めての FC 加盟者ですと。はい、本当に成功できるのかなってやっぱ不安に思って応募しない方も出てくるじゃないですか。はい、そこどうやって払拭していくもんなんですか。3店舗目の FC をこう作るとこっていうか。まあだからそこはやっぱりこう、はい、その3店舗目、まあ、つまりその初めてのフランチャイズですよね、はい、その会社で言ったら、はい、そうです、はい、でそれは確かにその実績っていう観点でいくと、はい、もうないわけじゃないですか。ですね。で、ないものはないから、はい、その実績を求めてる加盟店をだから集めようと思ったら、それはもう無理なわけですよ。ああ、なるほど。だから例えば、はい、あの、私みたいな、そのフランチャイズにある程度詳しい人とかで行くと、はい、見方が全然違うんですよ。おお、と言いますと、それはどういうことですか？例えばその飲食店で、じゃあ、うちは100店舗とか200店舗とか展開してるって言われても、はい、まあ仕組みはそれなりにあるかもしれないけど、ほうほう、でもそれだけ展開してるってことは、もう1店舗あたりの競争力っていうのは結構落ちてきてくるかもしれないねっていう捉え方もあるわけじゃないですか。ああ、はいはい。で、逆にまだそのね、2店舗でこれから3店舗、4店舗と出していく会社っていうのは、はい、その潜在能力結構ある可能性があるわけですよね。ああ、そうですね。バーンっていくかもしれないですね。そう、で、展開余地もあるわけじゃないですか。はい。で、そういう魅力ってなんかやっぱあるわけですよ。おー、はいはい。そういうのを求めている加盟希望者って、はい、やっぱり少なからずいるんですよね。なるほど。だから、そういう人に対しての情報発信していかなきゃいけないですよね。あー、その情報発信の仕方っていうのは変えるんですか、こう、魅力の伝え方っていうか。あ、それはそうですよ。まあ、情報発信の仕方っていうのは、はい、もう限られてるじゃないですか。はい。あの、ホームページ上で情報発信したりだとか、店舗で情報発信したりだとか、はい。あの、やり方っていうのは限られてるわけですよね。はい。だけど、その発信する情報っていうのは、もう、そのターゲットによって全く変えるべきですよね。ああ、なるほど。あ、そうなんですね。なるほど。結構時間が近づいてきたんですけれども、じゃ次、もうこのリスナーさんが、まあ3店、はい、3店舗目出したいっていう、まあ、フランチャイズ経営者だとして、はい。何から始めていったらいいかっていうところをちょっともう一度教えていただきたいと思います。あの、まず、こう、小規模な、はい。にフランチャイズを始めたいと思ったら、はい。一番問題になるところって、やっぱりその加盟したいっていう人が現れるかどうかなんですよ。ああ、はいはい。だから、その加盟したいっていう人が、あの、いないのに、あの、すごいこう、立派な準備をしたとしても、はい。それ無駄に終わる可能性ってあるじゃないですか。そうですね、確かに。だから、そのフランチャイズ展開していく際に、まあ、最小限やんなきゃいけない、ってあるわけですよね。自社の成功要因をちゃんと整理したり、はい。それをこう、マニュアルに落としたり、はい。あの、契約書作るとかっていうのはもう絶対やんなきゃいけないじゃないですか。はい。で、そういうのをやりながら、一人、まず一人目の加盟店さんを集めるための情報発信っていうのを、はい。頑張んないといけないですよね。ああ、はいはい。だそこを、両軸で進めていく。だいきなり、あの、仕組み作りばっかりやらない方がいいと思いますけどね。ああ、なるほど。やっぱり、その、応募してくる方がまずありきというか。あ、そうですね。だから、まあ、あの、ね、商売の原則だと思うんですけど、まあ、いいものを作るっていうのは当然そうなんだけど、はい、買う人がいないと、あの、いいものってのは売れないんで、はい、必ず売る、どう売るのかっていう観点を、やっぱり一緒に考えなきゃいけないですよね。ああ、なるほど。高木さんの会社の方で、その情報発信と、その仕組み作りのバランス取っていくところって、やっぱ支援とかしていただけるんですか？あの、当然そこは、
どういう情報を発信していかなきゃいけないのかとか、はい、どういう形で、まあ、相手にその魅力をね、感じてもらえるようにするのかとか、はい、そこはその専門的なノウハウがありますから、まあ、何かご質問等あればですね、おっしゃっていただければなと思います。なるほど。ありがとうございます。高木さん、あれですよね、もう、明日、新しい本が発売、7月9日ですよね、発売されるということで。はい。はい、どうですか？いよいよ、あの、私、こう、単著で出版するって初めてなんですよ。はい。だからすごい、こうね、どんな反応があるのかって、はい。まあ、ドキドキしてるんですけども、はい。まあ、これまでのね、私が、まあ、店舗ビジネス携わって、まあ、10年以上ね、携わってくる中で、はい。まあ、感じてきた、まあ、思いとかですね、まあ、叫びをこうまとめて書いてますんで、はい。はい、まあ、いろんなね、忌憚なきご意見をいただけると嬉しいなと思います。もしね、読んでくれた方は、またね、この、ポッドキャストに感想というかね、送っていただけたらいいですね。はい、すごい嬉しいですね。ああ、なるほど。わかりました。じゃあ今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。